ジャパナビ、もう一つの旅物語。誰でも気軽に行ける鉄道の旅、ワクワク群馬新発見第一章到着。いやー、センティンゲイチャン、はい、着いたね。到着しました。早いね。センティンゲイチャンということは国内線に乗り換えやね。ちょ、ちゅうちょ、今回は国内線乗り換えは不要。なぜならば今回の旅はフォーチェーでございます。楽しそう。はい、なのでまずは成田空港から東京へ移動して電車で関東地方を回る。はい、行こう、早く。わいわい、なんでそんな急ぐ。いや、残席いかんよ。早く東京に行ってショッピング、ショッピング、まあいいえ、まあいいえ、まあいいえ、大事だけれども、もっと大事なものがあるでしょ。旅が始まる時にはインフォメーション。インフォメーション。はい、電車の情報をたくさん集めて旅に出る。電車やったら、はい、もう結構本やから、はいね、何でも聞いて。じゃあ池袋から草津は何線。チッ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 、新近タイム、サンサウシ。では新宿から高崎に行くには何線。あ、中央線。それは自信ある。ブー、ま、全然ダメ、全然ダメですよ。日本も変わったね。変わったんじゃなくてダメ。こうやって電車の情報が不安だと旅も不安になるでしょう。そういう時には最初の情報収集が大事です。見てください、こちら。あ、インフォメーションセンター。インフォメーションセンター、はい、ここで情報をいっぱい集めて、情報無細賃だからたくさん情報を集めて旅に出る、うん、よし、ゴー、行こう。レンノイもいるから。マジで、レンノイや。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。すみません、電車のことについていろいろ教えていただきたいんですが、はい、日本人なんですけど、ここなんか英語多いですけど大丈夫ですか。はい、日本人でも外国の方でも大丈夫ですよ。ということはもちろんイングリッシュ OK？ 大丈夫です、問題ないです。じゃあ北京語も OK？ うーん、ほんの少しなら OK です。ほんの少し OK、はい、でも大丈夫、香港人はもうみんな英語ができれば大丈夫ですよ、バッチリ。そうだね。うん、ここで例えば外国人の旅行者におすすめのものとかっていうと、うんうん、どんなものがありますか。はい、東京周辺に行かれるんであれば、ここから出てる成田エクスプレスと、スイカカードという IC カード、それがセットになったパッケージ、あちらにありますけど、それがお得です。お得、はい、どういうふうにお得。割引。割引、あの成田エクスプレスは割引になってます、はい、もちろんスイカカードでは JR、メトロ、ショッピング、バス、すべて利用することができます。バッタットンは、ヤップンゲバッタットンは、そうね、便利だね、うん、で、さらに割引。割引もあるし、割引っていう言葉大好き。もう何か他にこうお得なものとかもっとありますか、はい、東京からちょっと離れて、はい、仙台、新潟、長野、そういうところに行かれる場合は、うん、JR イーストパス、イーストパス、はい、がお得です。3種類ありまして、はい、フレキシブル 4days、 それから 5days、 10days の3種類があります。フレキシブル 4days っていうのは1ヶ月の間にお好きな4回、4日間利用することができます。あ、好きな日をこう選んでいいと。乗り放題です。はい、お客様は日本人ですよね。日本人です。残念ながら、はい、日本人は利用できないんです。え、でも私大丈夫、香港の永住権持ってます。永住権ではダメなんですね。あ、国籍を持ってないとダメなんです。あ、国籍、やっぷんやねが。そうなんや、やっぷんや、残念やね。あ、そんなも他人事みたいに、あなたもダメなのよ、うん、やっぷんやねが、うん、知ってる。はい、どうする、買えないよ。じゃあスタッフに買ってあげよう、はい、もうしょうがない。なるほど、じゃあ、ね、ここ全員分お願いします。はい、ありがとうございます、はい、これは事前の申し込みとか予約はいらないんですか。いらないです。予約いらない。こちらに来て購入することができます、はい、ここで大丈夫ですよ。ここに来て、はい、今私みたいに 何日にすればいいかわからないんですけど、はい、ここに来てから奥田さんに相談してもいいんですか。はい、大丈夫です。こういう旅のプランだったら何日買えばいいですかとか。そうですね、それで大丈夫。ここでお得な乗り放題パスを入手し、スタッフたちに配布。旅行センターすぐそばの改札口から乗車するのは、空港から都内まで一直線、快適な特急列車です。ウキウキやね。ウキウキ、だってもう新型車両だよ、楽しい、ね、新型車両いいよね、やっぱまだ新しい匂いがするよね。荷物のところ見た。いや、見てない。スーツケースとかがそのままポンと入れられて、
なんだ鍵みたいなのがあってカチッてやって暗証番号を入れると盗難防止。でもあれもし、ま、忘れたらどうすんの。忘れた場合ですか。 お客様それ一番気をつけてください。あの忘れてしまうと荷物出せなくなっちゃうから忘れないで。あの師匠、はい、ちょっと聞きたいことあるんですけど。何でしょう。何でも聞いてください。香港から来る旅行者っていうのは東京来たらどういうところに行くんですか。香港の人が大好きなのは、うん、池袋と新宿大人気。あ、だったらこれに乗ってしまえば乗り換えなし。乗り換えなし。しかも階段とかも登らなくていい。いいね、大事だね。荷物多いから空港からスムーズ。そう。それで一番喜ぶのはどういう人。そりゃもちろんうちのクルーメンバーですよ。そうですよ、もう荷物多いからね。いっぱいにも荷物、カメラも持ってスーツケースも持って。いつもご苦労様です。トイレ見た。いや見てるわけないでしょ。なんで。いやさっき来たばっかりやもん。あのね、ダメだよ、私も偵察してきたよ。嘘。本当だって成田エクスプレスのお手洗いはすごく綺麗だって有名なんだもん。電車の中とは思えないよ。広くてもうこういうところすごい快適でいいよね。すごいと思う。わい、これみんなトイレ。もうほんとね、綺麗、広くてこういうとこ日本大好き。空港から約1時間半東京の大繁華街池袋到着。初日は駅すぐそばの大型シティホテルに一泊し、夜遅くまでにぎわっている眠らない街池袋を大満喫。そして翌朝、気持ちの良い晴天が出迎えてくれました。おはようございます。おはようございます。ホテイヘイ。いや天気いいね。うん、幸せ。いやしかしでも東京はこう相変わらず人多いね。人多いね、うん、で東京すごいよ。何が。最近変わった。何が。何がかというと、うん、24時間空いてる店がいっぱいあるよ。いやそんな前からあるじゃないの。そんなコンビニとか。コンビニはある。でもそうじゃない、コスメのパラダイスとか、あと雑貨のたくさん売ってるお店とか。もう24時間昨日夜中まで買い物しちゃった。あ、そうなの。楽しい。すごいね。さすが池袋、うん、素晴らしい。いや素晴らしいね、うん、でさ、はい、今日どこ行くの。今日どこ行くかというと、フォーチェーンの旅が始まりますよ。フォーチェーンの旅。はい、後ろ駅。いいですね。あ、わあ、かっこいいな。これが駅の入り口です。おやおやんやん。はい、もうホテルの目の前。うん、すんごい便利やで。すっごい便利。歩いても2分。もう2分、うん、もう2分でホームついちゃう。でこれからこうもう行って、うん、フォーチェーンも出るから早く急がないと。うん、もう時間ねえから。じゃあ出発です。行ってきます。バイバイ。にぎやかな池袋駅。午前11時、かわいい列車がホームに入ってきました。山鳥。あーすげえ。あーあー、リゾート山鳥来た。乗るんだ。うん、嬉しい。ワクワクする。あ、行っちゃった。おい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 、ここじゃないんだよ。いやいや、どこから乗るの。群馬の豊かな自然をイメージしたジョイフルトレインリゾート山鳥。草津に向かって出発進行。楽しいね、お王様。あのあ、うん、見て、窓がすごく大きいでしょ、うん、だから太陽の光がめっちゃものすごく入ってきて、うん、すんごく開放感あるよね。これがレジャー電車ですよ、レジャー用列車。ウキウキ。うん、これがね、あと私さっき聞いたんだ、うん、この快適な椅子、はいはい、座り心地いいでしょ、うん、飛行機のファーストクラスと同じサイズなんだって。同じ快適性。まあそういえばそうよね。これぐらいのサイズあるよね、うん、乗ったことあるの。いや、ないけど見たことはあります。そんな人でも誰でもリゾート山鳥に乗れば、うん、ファーストクラスで。知ってる、このリゾート山鳥って、うんうん、群馬ディスティネーションキャンペーン、ワクワク体験新発見、この期間限定の電車なんだって。期間は、うん、2011年7月1日から9月30日で終わり、うん、じゃあこれ過ぎたら捨てるの。もったいないよ。それは捨てないよ。電車を捨てたりはしない。9月30日を過ぎたら、はい、10月、うん、もう秋でしょ。秋。そしたらテーマが変わる。例えば紅葉とか色が変わったり。ほうほうほう。紅葉用列車になったり。じゃあ冬になったら、うん、ガシャンガシャンガシャンシャキーンってこうな、こんなになったりするんやね。ならないんだ。こんなんから、ここからこれは無理でしょ。そんなのトランスフォーマーレイがびっくりするよ。でもね、これも乗るよ。私たちこれも乗るの。乗る。 SL フォーチェーン。やった。うん、列車の旅だから。やった。この後は車内探検へ出発。フォーチェーン群山ロンハテン。
スタンプブック、だいたいこういう観光レジャー列車の中にはこういうスタンプブックがあって記念に押すことができる。これは SL、 これが今乗ってる山鳥だから、ここに乗車記念ドン。リエさん、はい、何やってる、何やってんの。記念スタンプは、え、ちょっと俺も、俺も押したい、うん、押していい、うん、うわ、メイが、はい、パスポートダメよ、ダメ、ほら。こちらは4号車キッズルーム。小さな子供たちを連れた旅行者に嬉しい心遣いです。あの、いいとこ知ってる、2号車に、うん、畳のね、大きい部屋あるの。2号車に畳の大きい部屋がある、はい、楽しい、うん、うん、なんかね、貸し切りでもらえるみたい。行ってみてください。行ってみてください。じゃあ行ってください。貸し切りできますって言ってるけど、できるんですか。すいません、貸し切りはちょっとできないです。貸し切りはできない。あ、やってたよ。やってたって。座ってたの見てた俺。やってたの見てたもん。やってたの見てた。ちょっと貸し切りはできないんですか。え、2号車、2号車行けば見れるよ。2号車行けば見れる。貴重な情報ありがとうございました。それでは2号車へ。2号車だ、ここだ、畳の部屋。わー、そこさん何やってんの。いや、風景見てる。なんで知ってんの、ここ。いや、ここはね、はい、フリースペース。フリースペース、うん、しかも貸し切り。貸し切りじゃないよ、貸し切りはできませんってさっき言われた。そうなの。はい、でも誰もいないよ、ここ。なぜいないかというと、あなたこんな風に座ってて、みんな怖くて近寄らないよ。来週は、うわ、結構、結構大変。痛い。できない、意外。バウザーできない。バウザーできないな。あー、なんかスカートめくれちゃった。ジャパナビ、誰でも気軽に行ける鉄道の旅、ワクワク群馬新発見。来週もお見逃しなく。視聴者の皆様に番組からプレゼントのお知らせです。今週乗った特急リゾート山鳥の目的地は、1番群馬、2番京都、3番福岡。正解者の中から抽選で5名様に群馬県草津温泉より和風お箸セットをプレゼントします。応募用紙は www.jptime.tv 番組ホームページに掲載しています。締め切りは2011年9月4日午後17時。当選者は2011年9月11日に番組および番組ホームページで発表いたします。皆様からのご応募、どしどしお待ちしてます。番組の特集内容やもっと詳しい情報は放送終了後に番組ホームページに掲載されます。アドレスは www.jptime.tv。 アクセスお待ちしています。また来週お会いしましょう。素敵な1週間を。